岡山県倉敷市にあった、倉敷千堀公園っていうね、テーマパークがあったのご存知の方いらっしゃいますかね。これね、2008年に閉園してしまったんですけども、約ね、10年間だったですかね。うん。ディズニーランドに並ぶような勢いで、鳴り物入りでスタートしたこの千堀公園なんですけども、当時ね、バブルの申し子とも言われたこの千堀公園、すでにそのバブルの景気が終わった頃に、駆け込みで作られたこの千堀公園っていうのは、当初こそ人気だったんですけども、すでにね、2年目、3年目と、陰りを出してきて、入園者が減り、いろんな施策を練ったんですけども、コスト削減とか、スタッフのエンターテインメントへの参加とかね、やったんですけども、大きな負債を抱えて、倒産する羽目になってしまいました。で、この原因の全てとは言いませんけども、根幹を、になっていたと言いますかね。それが、そもそものこの千堀公園の運営なんですよ。この運営にはかなり黒い噂があって、そしてその公文書がずっと長い間公開されていないままなんですよね。で、公文書ってのは作成してから30年間非公開っていうルールがあったんですが、この度そのルールが撤廃されました。記事の方が上がってましたんで、そちらの方をちょっとご覧いただきたいと思います。こちらどうぞ。倉敷市千堀公園巡る公文書の非公開30年ルールを撤廃ということでございます。記事を読んでいくとですね、岡山県倉敷市が歴史的に価値があるとして、市歴史、資料整備室で保存する公文書について、作成から30年経過しなければ公開できないとしていた要項の規定を今年から撤廃していたということが分かりましたということですね。つまり、千堀公園の秘密が明かされるってことなんじゃないかなと思いますけども、記事を読んでみましょう。市の公文書は各担当が1年から長期間、11年以上の5段階に分けて保存。期間が来たら廃棄、延長のほか、同整備室で歴史的文書として保存するなどの方法を決めるということで、廃棄ということも考えられるんですね。で、2020年12月4日の記事では、この県、広島県じゃない、岡山県ですね。岡山県は、同市などが出資する第三セクターが運営していた倉敷千堀公園、現在は未来公園に変わっています。ショッピングセンターがあってですね、単なる公園になってしまいましたけども、当時は遊園地だったんですよね。この倉敷千堀公園に関する大量の市の公文書が、これが疑惑を呼ぶ公文書です。同年4月に一括して整備室に移されたことを指摘、歴史資料になったことで市の情報公開制度の対象から外れたということなんですよね。これがね、ちょっと気持ち悪いことですよね。うん。今回30年ルールがなくなったわけですけども、ちょっと記事を読んでみましょうか。当時の市の要項では、30年を経過しない公文書は利用に供しないとされている。経営難により、8年末に閉園した同公園、千堀公園の閉園方針をめぐって、県の政財界が大揺れだった8年の文書は、2039年ですね。2039年4月まで閲覧できないことが明らかになったということで、さらにね、千堀公園の文書は読めないっていうことなんですね。うん。どうなんでしょうかね。30年ルールはもともと、国や県の同種施設の規定を参考に定められたと。国立公文書館では11年施行の公文書管理法に基づくガイドラインにより原則1年以内に目録を作って公開するようになったと。これが本来の姿ですよね。で、地方自治体の公文書も11年以降に設置していれば、それに乗ったあったルールで運用されるのですが、同整備室は6年に開設だったと。ややこしくなってきました。で、報道を受け、市では国や中四国の同種施設の運用状況を調査、情報公開の対象から外れたからといって30年間も不開示にするのは不合理と判断し撤廃したという。ということで、千堀公園の情報っていうのは見れるってことなんですかね。で、県内で同様に公文書を保存公開している県立記録資料館は30年から110年の4段階に分けて保存する。110年公開しない文書もあるんですね。作成後1年で廃棄予定だった公文書でも、文書目録を見て保存すべきだと判断すれば積極的に保存。年間に文書ファイルが約3000冊にもなり、内容を確認するだけでかなりの時間を費やす。公文書が資料館に移されると30年非公開というのは、情報公開推進の齟齬があるとの指摘は承知しているが、即公開するのは現実的に難しいとされていると。と記事を書いてくれたんですけども、一体何のこっちゃってことになりましたね、結局。30年間は公開しませんよってことで、2000、
8年に閉園した千堀公園、疑惑の多かった千堀公園の経営に関してですね、2039年には公開されるということだった、その30年ルールが撤廃されたから、じゃあすぐ見れるのかってことになったら、そうではないってことらしいんですよね。うん、30年ルールは撤廃されたけども、でもどれを公開するのか、どれを廃棄するのかっていう、その選択がこれから始まるらしいんですよ。ということで、私たちはまだまだこの千堀公園の秘密が見れないことになりますし、当時はですね、いろんな方が関わってこの利権を貪っていました。そのおかげで潰れたんではないかなと、私はね、本当に恨みを込めて思うわけなんですよ。千堀公園の4代目の社長が入った時には、すでにね、千堀公園は経営の再建不可能というところになってきて、なんでこんな状態までほっといたんだっていうふうに嘆いてらっしゃったっていうのも雑誌で読みました。そして最終的に、それでもなんとか立て直すために自分はこの会社を任されたわけだからっていうのはね、いろいろと施策を練ったんですけども、千堀というね、ブランドもデンマークから外されて、あまりにもひどい経営状態ということでね、それに外されて、ただ本社千堀のスタッフさんは、倉敷千堀公園のね、皆さんは本当にね、こういう経営の苦しい中でも、愛情あるサービスをお客様に提供し続けてくれて本当にありがたいというふうに言われてましたね。まあ、ですので、利権を貪った公園に愛のない、千堀公園に愛のない人のおかげで潰れてしまったんですけども、千堀公園を愛する人は最後まで諦めずに戦ってくれたということだったのかなと思いますね。まあ、どちらにしても本当に惜しいことをしたと思います。私は実はね、千堀公園が大きな負債を抱えて500億で再建できるという話を聞いたときに、すでに私は起業して間もない頃だったんですよね。で、その頃私の手元には1億円もないですから、とてもじゃないけど千堀公園を買い取ることはできませんでした。ですので私は思ったんですよ。千堀公園を買い取れるぐらいは稼いでいきたいなと。だから私の目標っていうのは500億円の資産を作ることなんですよね。まあ、それがね、どのぐらい難しいことかっていうのね、もう痛感しましたよね。金銭的にも難しいんですけども、そこまでの意欲が続くのかっていうところなんですよ。お金があってもね、遊園地はできませんから、お金だけでは。いや、本当にね、でもそう思ったら、日常失われたテーマパークはもう二度と帰ってこないってことなんでしょうね。まあ、これも時代の流れと諦めるしかないんでしょうか。それでは本日は以上でございます。